フェクトリューチの方でも読めてるってこと？しゃべったって余裕で。え、リュウジさん、はい、エフェクトなんだよ。違う、あの、今、あの、雑多だったので、片付けしてました。うん、ちょっとごちゃごちゃしてたから。片付けてた。あ、そうなん？やばーって。それ、そっか。あめっちゃ、初めて。おえ、リュウジはさ、はい。今日、それ終わった明日本番なんだけど、はい。え、どう？なんか緊張とかしてる？確かに。今どんな気持ち？そうね、リハやって、うん、なんか会場初めて見たからちゃんと、うんうん、広かったし、うん、だいぶ緊張感が増したかなと、うん、ねなんかリュウジ言ってたもんね、めっちゃすごいみたいな。俺らでも過去一でかい。それだけも緊張した俺は。なんかさどうだった、リハーサルで踊ってみて。なんかやっぱ鏡なしだから、うん、何か動画、確認の動画見るまで、うん、結構不安だったから。あー、確かに。で？確認して、べきところとか、はい、明日はもうちょっとこうしたいなっていうところとか分かったから。え、プロ。プロじゃん。プロ。やばー。僕たちカメラ捉えきれへんかったよな。うん。もう。プロめっちゃ。いろんなところにカメラありすぎてね。え、緊張はしてないの？してるよ。してるよ。でも、まだ。さ、裏話言ったらさ、うん、僕がさ、あの、ちょっとさ、アドリブでさ、うん、あの、なんかラップみたいに入れたんよ。うんうん、入れたら、リュウジテンション上がって、うん、マイク通さずに、なんか、イエーイみたいな。違う、3段階だったの。なんか3段階だったの。ああ僕が言って、ケント君が言って、そしたら隣のリュウジが、あ、フォーって。え、そこまで言ってないから。え、そこまでは言ってないから。マイク、自分のパートでもないし、マイクも踊って、あの踊ってるから。なんだっけ、あ、フォーって言ったよ。あ、フォーって。自分さ、えって言っちゃったもん。俺らたちだけに聞こえるね。いい感じ、テンションいい感じと思って。うん、出したらタケルに聞こえてたから、うん、え、もう聞きたかったわ、バレずに出したつもりやったよ、うん、なんか妨げるからやめてほしかった。言わしてあげて。あ、しかもマイクガンと突然な、急に自分ビクッとなったもん。フォーって言って、え、あ、フォー、びっくりした。でもなんかすごいリュウジがなんか楽しそうにしてたから自分もすごい嬉しかった。あら、悪目線。急に優しいやん。リュジがなんかステージで歌いながら踊ってるの、なんかエモかった、めっちゃ。オタクですか。だってさ、ほら僕たちのさワンマンの時もさ歌だけだったじゃん、うん、だから今回さ歌って踊るってなったらさ、ちょっとなんか久しぶりだから。え、後ろにいる？何が？何が？なんか多いじゃん、こういうなんかホテルとかだと。いいから、あ、リュウジさ、よかったらさ、初めてのインスタライブやしさ、リュウジのファンの皆さん、コメントとか拾ってあげても全然いいから。いいよ、俺全然静かにしとくし。え、そう。なんかリュウジなかなか喋れへんなと思ったから、めっちゃ質問してたね。あ、なんか、感情もあったし、そうで、いつか、こともいつかも会えるじゃん、か。確かに。確かに。あ、いつね。あとさ、しばらくやって、また、一人の方でもできたらいいなと思った。うん、確かに。ああ、そういうことね。ああ、でも、そっちの、ああ、そういうこと。なんか、そうなんか、ごめんなさい。すいません。ごめんなさいです。から、すいません。てるから、そうそうそう。ブチだけやんな、うるさいの。あ、まあ、そうですね。ほら。ああ、まあ、そうそう。オッケー、部屋ナンバー。ごめん。先生。じゃあなんか、あれか、コメントも見たいし、ビエ君とも喋りたいから、うん、どっちも後でできたらいいかなと思う。後でやってまたできたらいいかなって。優しいんだね。優しいんだね。優しいんだね。好きな食べ物。質問絶対に分かるやろ。好きな食べ物。好きな食べ物は、寿司、肉。寿司、肉。あ、肉寿司？あ、肉寿司じゃないです。
つなげちゃってんのよ。違う、肉、寿司、寿司、肉、寿司。あ、でもそれいいね、それいいね。うん、つなげたらいいじゃん。え、確かに肉寿司なんじゃない？間を取って肉寿司食えばいいってことかな。いや、肉寿司。だって肉と寿司が好きなのさ、肉寿司の方がさ、一石二鳥じゃない？いや。全くもって業界じゃないけど。足のサイズは。めっちゃ困ってるから。じゃあさ、ユージさ、よかったら今度さ、多分初めてのインスタライブやしさ、何ソロの方にさ、続けたって。戻って続けてさ、配信して、僕たちもこっちで配信するからさ。あら。また明日じゃあ、会いましょう。だから、リュウジとファンの皆さんの時間を過ごしてください。リュウジが決めていいよ。さあ、決めに行く。じゃあ。あと4分。あと4分。OK。あ、20。そういうことね。4時ね。てかさ、クロスがさ、リュウジで謝っててくそ。見えくうるさくて。ごめんなさい。すいません。マジでさ、リュウジのさ、応援してくれる人もさ、たくさん来るんじゃない明日。そうですよ。まあ、来るだけじゃん。配信をして、応援してくれる。そうだね。だから、リュウジから、コメント言わせておいてよ。あ、はい。明日、ミクチャの方で配信あるじゃないですか。ちょっと、リュウジからも。その、やっぱ、北海道なんて遠方で来れない方のために、ミクチャっていうアプリで、札幌コレクション、はい、生配信があるんですけど、うん、はい、その時にコメントができるのね。でもしよかったらその僕たちが出演してる時になんか僕たちリュウジも含めてなんかコメントが溢れたら嬉しいなっていうのを話してたのうちらで。ああなるほどね。そう、それでもしよかったらリュウジ君のファンにも協力してくれたらマジ嬉しいなみたいな、マジ嬉しい。応援で感想とかでリュウジも別コメントして。そう、見てくれたに応援とか感想とかね、なんか思い思いのコメントをしてくれたら嬉しいです。いやー、わ、これはいっぱい来るよ。これいっぱい来るね。もう頑張って。ありがとう、リュウジ。嬉しいです。これは嬉しいです。あ、はい、ミクチャっていうアプリです。これが配信するアカウントが BXW のミクチャのアカウントから配信するんではなくて、札幌コレクション2022っていうアカウントから配信されますので、皆さんぜひそちらの方チェックしていただいて、もし分からない際はぜひウェブでですね、インターネットで札幌コレクション2022って調べていただいたら一番最初に多分出てきますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。多分ね、メインの方に出る気がするんだよね。そうだね。そう、ボーンの配信があってます。そうそう、だから分かりやすいと思います。もしよかったら皆さん。見つけてくれ、皆さん。で、僕たちオープニングアクトなんですね。そうだね。なので、結構早めなので、本当にスタートから、最初からね、見て、スタンバイしてくれたら、嬉しいなと思うんですけど。13時には待機しといてください。そうそうそう。昼の1時ね。うん。タイムスケジュールがちょっと言えないので、最初からスタンバイしてくれたら、嬉しいなって思います。よろしくお願いします。任せた。任せだぞ。じゃ、レジバイバイ。てか、そろそろ時間やから、リュウジだったら、クロスの皆さんにも言ってから。はい。はい。クロスの皆さんに一言言ってから。あ、はい。この、一緒にやらせてコラボの活動で、すごく DXW さん5人に、本当に会ってから、すごい笑顔になる。笑ってる時間がすごい増えたので、すごい幸せ。過ごしてます。本当にお世話になってます。え、いや、一応指ハートしとくわ。一応指ハートしとく。ということでですね、この後もぜひクロスの皆さんも、リュウジのファンの皆さんもそれぞれのアカウントで、はい、たくさん応援していただけたら嬉しいです。そして明日ですね、札幌コレクション2022オータムウィンターがありますので、ぜひ画面越しでもそして現地でもお会いできることを楽しみにしています。よろしくお願いします。お願いします。じゃあリュウジありがとう。バイバイ。じゃあまた。おやすみ、リュウジ。おやすみ。はい、おやすみなさい。バイ。でリュウジ消せないよ。初めてで消せないよ。あ、言っちゃった。なんか面白いのがリュウジ君の足のサイズをめちゃめちゃ何回も切ってる。あ、リュウジは26.5です。26.5です。26.5だよ。
僕たちが言うっていう、ね、ナイキは27らしいよ。そうですね、ちょっと大きめね、ナイキは。ということで皆さん今ね、リュウジのファンの皆さん、ぜひね、リュウジの個人のアカウント配信してるかもしれないんで、行ってみてください。行ってらっしゃい。リュウジ君おやすみなさい。ビエクの皆様ありがとうって。こちらこそありがとうございます。こちらこそです。皆さんぜひ明日見に来てください。ありがとう。もしなんかリュウジのなんかリュウジのなんか知りたいことがあれば全然僕言うので、僕に言ってくれればいろいろ教えます。あの僕たくさんあのリュウジとあの練習する機会がたくさん増えたので、うん、僕勝手に写真撮ってるんですよ。おお、僕あのもうあの写真集僕にそう写真集作るつもりなので。あ、グッズから作るの。はい、結構撮りまくってて周り本人勝手に写真集。そうそうフリー素材。そうフリー素材なので、いやそう楽しみにしてください。ありがとうございました。楽しみだ楽しみだ。でもカンタ君なんか適当ですよね。カンタ君眠そうすぎて大丈夫って来てますよ。朝日と一緒だ。ちょっといい加減にしてもらっていいですか。一緒自分たいです。 26.5 なんじゃない。もう赤ちゃんなんだから。じゃあ、あ頼んだ。まだもうちょっと座って、もうちょっと座って。今日すごいね。なあもう戦うか。せっかく今あれやから。え、あとさ、暑くなる、うん、暑い、冷房つけよう。冷房つけようか。つきます。はい。え、今日さ、暑くなる。暑い。あの、北海道は思ったよりだったね。早くリュウジと話したい。あごめん、ね、ぜひぜひ、うん、ぜひぜひ。ちょっと待って、前行き過ぎて。危ないから。カンタくん、ちゃんとして。皆さん、元気。カンタくん、頑張ってくれてるな。どういう意味か。ちゃんと。やだよ。冷房、あ、え、冷房つきました。あ、つくと。あ、何も聞こえないってコメントしてますけど。早く前行き。あー。大好き、毎日だよ。あの、カンタくん、そこ、この部屋に行ってください。え、めっちゃ面白い。みんな同じ部屋で寝るんですか。完璧だね。イェーイ。なんでよ。あれや、慎太郎ここにこう来るからちょっと痛い。はいはい。痛い痛い痛い。慎太郎前にしっかりコメント読んでるの可愛い。痛いそう。慎太郎眠くないです。すごい。眠くないです。そうね。なんでやだよね。危ないから。ほんまにこれ、組体操みたいな配信。なんかさ、どう？ああ、と会いましたね。待ってる、戻ってきました。やりましたね。静かに。とんでもない声量出しちゃうから。今日北岡健太マジやばい。うるさいからもう。あっ、待って、大輔ほら、ここ早く。待って、何も。痛い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 。開いてるから、ここ。ねえ、助けてみんな。北岡健太が。後ろ騒がしいって言われた。入ったね。普通にお風呂入ってから配信見れて嬉しい。あ、ありがとうございます。しんちゃん夜遅くまで配信見て嬉しい。みんな、ちゃんとしなさい。痛いよ。ちゃんとしろ。何も聞こえない。何も聞こえないっていう人俺ら。え、嘘。なんでやろ。もしもーし。なんでやろ。下塞いでるからじゃないですか。あ、iPhone の。リュウジがライブを開始しました。微妙ですか。一回切っちゃったんだ、リュウジ。多分切っちゃったと思う。あ、え、でもあれじゃない。入ってきた側はさ、ホストじゃないからさ、その、主催者じゃないから、はい、あれじゃない。切れちゃうんじゃない。ちょっと重たい。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 ああ。僕、リンゴ3個分でした。潰れるかと思った。絶対嘘。僕、リンゴ3個分ですよ。あ、待て。体重。リンゴ3個分。リンゴ3個分。夢の謎で聞いた。あの、キティちゃんと一緒。あ、そうか。キティちゃんと聞いたことある。分かったもんね。リンゴ3個分。僕、コンクリートブロック18個分ぐらいです。なんか、ちょっとリアル。ちょっとリアル。カンタ君寝ちゃいました。ごめんなさい。すいません。カンタ君寝ちゃいました。瀬川慎太郎は体重50キロです、公式では。公式。体重って発表したっけ？発表してない。あ、してるわ。え、してんの？確かしてました。体重僕の？してると思う。セガくん、セガさん。する必要なくないってかどういうこと？え、されてますよね、多分。書いてある、書いてある。書いてあって。ちょっと冷房マックスにしよう。そんな暑いですか？暑い。人に乗られてると暑い。皆さん、札幌コレクションでーす。いや、今、これが？ゆる。ゆる。はい、始まりました。皆さん、スタッフ見てたらさ。絶対見られてるから。だから、嫌だから。え、だってさっきあれでしたよ。事務所の、なんか、入ってきそう。だから嫌だから。怒られるの嫌だから。慎太郎くん、髪色変える予定はありますか？明日レインボーで出ます。やば。レインボーでもね。ユニコーンがってこと？ユニコーンが。ユニコーンが。何色がいいんですかね。今日始まりました。聞いてみたら、しんちゃんの何色を。見てみたいですかって。何色が見てみたいですか皆さん。聞かないんだよ、この人。
な、重たい。みんな眠くないの？いや、多分ね、みんな結構、結構。ね、結構。いや、いや、なあ、まあ、やかんかん。田中になって。いや、だから、だから、今回ですね、配信しているのも、先ほども言いましたが、明日ですね、札幌コレクション2022オータムウィンターが開催されるんですが、はい、そのですね、札幌コレクションに僕たち BXW が、はい、オープニングアクトとして、BXW with 佐藤隆二が登場します。イエーイ。2回目。リハーサルしてどうでした？北海北エールっていう初めて僕たちアリーナのステージでパフォーマンスするじゃないですか。うん、どうでした、慎太郎？どうでした？僕は…なし。誰です。じゃあ、瀬川慎太郎くんどうでした？あ、今日の感想ですか？はい。なんかもう、なんか最初に入った時に、うん、僕たちはこうアーティスト系じゃないですか、くくりで言ったら、うん、まずモデルさんというかタレントさんのなんか衣装のなんかこう見え方がどうとか、照明によって衣装がよく見えるとか、こうだみたいな、なんかそういうリハしてて、うん、そういうの見たら、うん、なんかすごいコレクション系のイベントだなっていうのめっちゃ思いました、ね、なんかやっぱ僕たちは結構どっちかって言ったら音楽イベントじゃないですか、普段出るのが。ランウェイとかが出ている、違うよ、はい、なんか結構なんかコレクション系のなんかイベントに出るんだなって実感すごいありました、ね、なんかそれはすごい光栄じゃないですか、やっぱ歴史あるこう、そうね、長いもの、ね、イベントに出させていただけるっていうのは、でそれなんかすごい痛感しました、入った瞬間に。聞いてますか、皆さん。コレクション系は確かにね、もう後ろたくさんあるじゃないですか、コレクション系ってね。はい、それ今言いました。その中でもやっぱ札幌コレクションっていう、はい、札幌っていう地にね、足を運ぶことができてすごく嬉しいんですけど、はい、本当に3回目なんで、なんかこう札幌ね、ちょっとずつこう札幌のこう愛着が僕たちもすごく湧いてきて、うん、なんかこう1年に1回今のところ来れてるじゃないですか。そうね。なんでね、これからもっともっとステップアップして皆さんにお会いできるように頑張って活動したいなと思いますし、まずはその一歩として、うん、第一歩として明日頑張ってパフォーマンスしますので、はいはい、ぜひ皆さん現地に来られる方も、そしてオンラインで配信ご覧になられる方もぜひ楽しみにしててください。お願いします。何より、はい、そのさっき札幌コレクションって言ったじゃないですか、うんうん、そのアイドル、そしてアーティストだけではなくて、もちろんモデルさんとかもいらっしゃったりして、そのなんだろう、その僕たちだけじゃなくて本当に豪華なアーティストさんがいる中で僕たちがオープニングアクトとして出演できるっていうありがたみを感謝しつつ、他のね、僕たちが終わった後もなんか見てくれたらすごい嬉しいなと思いますし、確かにね、もう札幌コレクションそのものがすごく素晴らしいイベントになってますので、そう、もちろん僕たちのことを見に来てくれるプラスアルファで札幌コレクション自体も楽しんでいただきたいっていう気持ちたくさんありますので、僕本当に空気が好きで、そのイベントリアノはその楽屋でも本当に連れ違うんだ、ちょっと待って、早くちゃんと進めた、あのイベント早く進め、うわ、進め、ほんまに止めて、ほんまに行かない、早く進め、はい、違う、放送で、あかん進めて、この人止めて、一回やって話したい、止め、なぁ、どうぞ落ち着いて、今度で追い出しますよ、本当にでき、早く、イエスタイルできんの、札幌コレクションできんの、札幌コレクションできんで、なだける人、北海道からできないやろ、空港で、違うの、いや、見えてるから。でも本当に僕たち出禁になる要素がたくさんありまして実は僕たち札幌コレクションで、はい、なんかケータリング、うん、間と言われておりまして、うん、ケータリングジジイ、ケータリングと恐ろしく取りに行くジジイっていうふうに言われてるんですよ。なんで明日も頑張ってその記録更新できるように、常識の範囲、許される範囲内で、うん、一生懸命獲得しに行きたいと思ってます。違うんです、その朗報なんですけど、はい、明日楽屋とケータリング場所近いです。あ、やばい、これはやばい、早くここ拍手だ、やばい、これはすぐ真裏でした、ね、僕たちの後ろ真横ですから、もうもらってください。前回はちょっと階段登ったり上がったりしてたんだけど、僕たちが前日リハーサルだったんですけど、前日リハーサルからケータリングの位置をしっかりと把握した上で、グチュと一緒にこうやって一緒にやって、よしよしってやってました。よいしょ。でも結構さ、見られるからさ、数回に抑えたいけど、確かに確かに、いや、だから周りの目がすごいよ、1回でどれだけ撮ってくれるかっていうのが大切なんです、ね、僕一応ちょっと 3着ぐらい来て、
ちょっとこのお腹の中に入れようかなって。それかもうあのリュックサック持っていくか、うん、ねえやばいやつらって。あとエコバッグね、リュック持って。でもちょっとこれ言わせてもらっていいですか、うん、あのメンバーだけじゃなくて結構スタッフさんの方もちょっと頑張ってもらう。受け入れなさるポイントですよね。絶対そうやと思う。同じね、本当に人間ですから、うん、絶対多分楽しみにしてる。違うの。めっちゃ面白い。なんなの、みんな普段食べれてないのってきた。いやいや、そういうことじゃないですけど。違うけど、言ってもらうんですよ。ケータリングって何がすごいかって言ったら、やっぱりご当地、そう、ご当地のグルメだったりとか、うん、あの飲み物、食べ物が置いてあって、お菓子とかもね、その場合やっぱ普段東京とかでは味わえないような、美味しいものいただけるので、それは楽しみにしてます。やっぱあの北海道のそのブス、あのほらこの間さ福岡物産フェアやったじゃないですか。はいはいはい。やっぱり現地で食べないとちょっとね値段が張っちゃうのよ。うん、そうね。確かに確かに。北海道の物産とかいっぱいあるよ。北海道の物産とかあるけど、うん、やっぱり北海道のものは北海道で食べるとやっぱりその安い価格で食べれるから、でそしてケータリングが何よりも無料ですから北岡さん。あ、無料ですか、はい、大阪の人にとっては無料なんていうものは、うん、バーゲンセールですか。キャバ僕もあのエビリングの方から無料のものは取ってくださいって教えられるんです。そうね、食べ放題、詰め放題には目がないよ。そうだから、大阪の人っていうのは基本的に、はい、あのビュッフェ放題とかビュッフェと、はい、あと無料、うん、詰め放題、この3つはもう必ず押さえておきなさいって、うん、昔から言われてる。押さえておきなさい。同じ。フィリピンもそういう食べ放題とかもタッパ持ってきたんですけど。あ、そういうことね。タッパ入れとこって持って帰っちゃうみたいな。先祖代々だったのね、それは。オムライスとかも全然もう、ジップロックとか。ジップロック、オムライス。全然なんで、あの、明日はすごくいろんな面で楽しみ。そうですね。クロスの皆さんにとってパフォーマンスが楽しみで、うん、僕たちにとってはパフォーマンスとクロスの皆さんにお会いできること、札幌コレクションの新しい皆さんにお会いできること、うん、プラスアルファでやっぱり、ケータリング。ケータリング。うん、入ってくるプラスアルファね。そうそうそう、プラスあくまでプラスアルファですから。プラスアルファですけど。そうですけど、今日はあのスタッフさんが横であのケータリングの準備してあのくださったんですね。それ見ながら横目でこうやってずっとこうやって、あ、ちょ、予習ってやつね。そう、僕らの遊びバーって言いながらずっと横目でこうやってずっと見てる。予習ってやつです、うん、僕たち食べてくださいって言っとるような本にはあるわ。あの僕あの作戦 の, あの地図みたいなの作ってきたんで。やばんなに。はい、ちょっと見て。僕も作ったから共有します。交換しよう情報、はい、あればどのルートで進めるかも、うん、そう。だからグチがあのちょっと左で、うん、あの何左サイド、ね、おつゆこぼして、うんうん、僕が右回り込むみたいな。で、あれかスタッフさんが大丈夫ですかみたいな。そう、別の時に僕がさーって走って、やばいやん、もう。そうで強盗やん。もし早く強盗やん。僕あのお尻振るんで。どういうこと。あ、ダンスで。あ、そういうことね。ちょっとダンスでフリフリちょっと周り集めて人、わーあの人すごいみたいな感じで集めて、それでちょっと行ってほしいですね。オッケー、じゃあ僕走るわ。うん、頑張って、うん、こんな走ることないけど、このためなら頑張れる、うん、パフォーマンスかこのためなら頑張れる。あ、お願いしていいですか。頑張ります。すいません。お願いします。お願いします。完全に計算されてるので。話戻しましょうか。はい、はい、どうですかコメント。ケータリング強盗だってきてます。イエーイ。何様の話戻したの。彼らは美しいです。Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I'm we are prince. Thank you. Thank you. しゅうちゃんかわいい。ルパンケータリング3世。ルパンケータリング3世。なんで皆さんはなんか僕たちが登場する前、僕たちが一生懸命ケータリングに走ってると思っていただけたらいいなと思う。ジャイアンだからね。はず。ジャイアン。こんなケータリングの話するわよ。だからあの次から出禁になるんですよ。10分ぐらいしたと。どうする、もしもさ、この中にさ、スタッフさん紛れ込んで、いや、本当に、本当に終わって、俺らバリケードを払いとったらどうするで、バリケード。で、画面録画とかされて、それをあのモニターとかにめっちゃ大公開されたりして、バリケード。取りに行くときにさ、1人2点までとか書いてあったらさ、その場で食べるよね。ああ、そうそう。絡んでって、どんだけ食いたいの。スーメンテーコンにリスみたいな、リスみたいな、ハムスター食いたいな、うん、ほっぺたに溜めますみたいな。そうそうそう、確かにそれはありです。よいしょって言うの、うん、新しすぎるな。よいしょ。ということで、そろそろ前の3人にお返しします。はい。ケータリングいっぱい食べてる EXW だ。どうしよう、ケータリングアイドルになったら。もう多分全然悪くないですよね。すでにお年ですよ。ケータリングめっちゃ食べるで有名になったらどうしよう。すでに遅し。
うわ、せこいアイドルになるよ。今目開けながら寝てました、僕。あなたはスペインに来なければなりません。ケンちゃん、金髪は赤ちゃんみたい。わお。え、てかこんなに今髪の毛明るい僕ぐらいじゃないですか、このグループで。なんか今結構みんな落ち着いてますよね。すごいアイドルは面白すぎる。すごい、すごい、ケータリングで。いやよ。ケータリングアイドル。もう解明しますよ。イエーイ。あ、ニューエラさんの靴下履いてる。あ、あれは、上がってたやつは、あれなんですよ。止まった明日、明日用です。ね、はい。止まって、明日、履く用です。にしてはちょっと贅沢な買い物しちゃいましたけど。なかなかね、でも買ってる人いたよね。ニット帽とか。いましたね。僕たちの前、結構普通にみんな買って、なんか買ってた。好き揃える人おったよ。ニット帽とマスクと。あ、買ってた。瀬川くんは何色したいとかありますか？オレンジ、オレンジ、オレンジにしたい。もうちょっとオレンジにしたい。水かけられた。じんわり水かけられた。水かけばばあがいる。すごい、いろんなじじといろんなばばあがいる。水かけばばあ。水かけばばあって本当に思ったよ。え、ちなみに水かけさんどっち？お揃いにしましょう。え、だけかけてない。じゃあ、ケントってこと？なあ。だってこれ見ても、全然これ持ってたの。ほんまに違う。なんでですか？じゃあ、これでお返しに。あ、なんか、ほんまに。いやお返しに。正直に、こうなんだろう。で、僕です。え？僕です。ああ。しんちゃんのオレンジめっちゃ。なあ、ほんまにやか。そのうち本当にやるんですよ。Please be quiet。だって背中濡れたんだよ。なんかもやめときます。いや、濡れてるなんて嘘つかない。回数の代償だよ。オレンジ、オレンジ。俺じゃあ、ホーム画面しちゃっていい？オレンジ、オレンジ。どうですか、コメントは。え、喧嘩しないのって来てますよ。戦う。喧嘩。喧嘩しないの。ほんまに、あ、ダメですよ。ケント君とね、カント君もね、楽しいんだよ。何が言ってんの？しんちゃん、なんとか言ったんですよ。ちょっと暗い？すごいな。後ろめちゃくちゃ賑やか。あ、僕。みんなもう派手髪しないんですかって聞かれてますよ。そうね、長らくね。じゃあすごくない？あ、すごい。進撃の巨人みたいな。オレンジ好きだよ。派手髪どうですか？派手髪え、なんかなんかね、ちょっとね、大ちゃんとケント君がさ、髪の毛傷んでからさ。傷んでからそうね。傷んだら暴露されてて。やっぱ、怪我えてるよ。だってさ、怪我っていうもんじゃない。怪我のようなもんだけど。しかも、あの、一回、あんな痛むのを知ってしまったら、ちょっと手を出しづらい。そうなんですよね。僕、本当にあれでしたから。ちぎれましたから、大好きと僕に関しては。本当にだってシャンプーとかしてから、スルーって抜けてくるの。ショックだったでしょ。そう。本当にショックやった。やだもん、なんか味わなくて。いや、ただ、なんか、慎太郎ぐらいの1回、2回の染めじゃ全然大丈夫なんで。大丈夫。え、これが今いいぐらいですよね。そう、それで、黒に戻して、クールタイム挟むぐらいが一番いいんじゃない。で、これに味を占めて、ちょっと行き過ぎた結果で、そうそう。あなた、あなた方ということですか。終わります。次やるってなったら大好きじゃないですか。やば。順番的には。やば。ケケロもだって結構ずっと朝やってるから。僕も今ずつ言って熱心にしてますから。え、でもグチェ君の背中って僕たちに慣れてるかわかんないじゃないですか。見る人が見たらやっぱ結構ハイトーンだなって思うんですかね。結構赤い。だって外とかで見たら。ライトとか赤そっか。そうなの。美容とか自然光。でもなんかグチェ君の顔面の良さめっちゃ際立っていいですよね。大ちゃんハイトーンそろそろね。足見えてんでって言ってますよ、三宅先生。足見えてんだし。あんたくん。見えてんで。皆さんちょっとこの人、やばいです。この人やばいです。みんな、起きてる？すごい。私はあなたのミュージックビデオのリアクションビデオを作っています。ありがとうございます。嬉しいな。海外の方ですか？多分そうだ。そうなの。Thank you so much。どうしよう、全然ジャパンだった。全ジャパン全ジャパン全ジャパンだったら。ブルーベイエベどっちなの？僕イエベです。完全にイエベです。ブラベ。ブラベどっちそれ？ブラカです。あ、色黒ってか。リーチネタすぎるよ。
いつかしんちゃんの髪色を揃いにしたい。ぜひお揃いにしましょう。痛いよ。え、面白い。なんかコメント欄が、ちゃんと眠くなったら寝てねとか、もう寝なさいとか、なんか、すごい。寝さされそうみたいな。眠いのカンタ君だけです。はい。あの僕たちは元気です。カンタ君寝ないからな。痛い、カンタ君。しんちゃん元気だからな。しんちゃんは元気です。しんちゃんは元気。いや、僕、今日ちょっと一つあれが、なんかね、飛行機で来るじゃないですか。うん、で、バス乗るじゃないですか。うんうん、酔うんですよね。あら、無理も酔いね、うん。しかも僕結構偏頭痛持ちなんで、もう頭痛すぎて。あれやな、はい、飛行機とか上飛んだりすると止まるから、はい、気圧とかで。だからなんか、バファリンじゃなくて何じゃっけ。イブフリン。ロキソニン。ロキソニン、ね。ロキソニン買ってきましたけど、確かに。今は結構いい感じになってきてるんですけど。すごい。緊張報告の内容が重い。まあ、本当にね、すごく今日僕たちリハーサル終えて、うん、久々に北海道の空気を吸えてすごく楽しかったですし、うん、やっぱり前々回までは、うん、オンラインでの開催だったじゃないですか。そうで前回から札幌コンベーションセンターで開催されて、うん、そしてさらに規模が上がって、うん、今回、こうやって、北海北エールで開催されますので、うん、ぜひ皆さんにねそんな、BX サビの姿をお見せしたいですし、はい、またまた配信越しでも、こうやってお見せできるように、頑張って準備したのでぜひ明日はですね、はい、配信そして現地でお会いできることを楽しみにしています。遊びに来てください。遊びに来てください。ありがとうございます。お願いします。見に来てくれた人全力で暴れてくれんかな。あ、いたって分かるぐらい。あ、そういうこと。大暴れってこと？多分ね、思っているよりめっちゃ広いから。うん、たくさんの人がいるからね。嬉しいですね。飛び跳ねちゃって。え、すごい。いい情報来ました。北海道はラッキーピエロっていうハンバーガー屋さんが美味しいです。行きたい。時間があったら行きたい。何その、めちゃめちゃ楽しそうな名前。ラッキーピエロハンバーガー。ね、楽しそう。本当にハンバーガー屋さんですね。明日とっても楽しみにしてます。僕たちも楽しみにしてます。ねえ。夢ねえ、楽しみにしてます。あららら。あららら。あららら。めっちゃ面白い。北岡さん、締めにかかってますね。眠いんだね。みたいな。いやいや。かくれんぼしてる、かくれんぼ。さっきからね、ちゃんと話したの、しんちゃんとだいちゃんだけ。